500円入れます。スタート。これで4回は遊べるな。何が起こってるんだこれ。このジャストミートで合わせるかな。何かが起こってるぞ。なんだ？オッケー、次のゲットすりゃいいんだな。押し込むってやつか。接触ゾーンに到達。ロッドを除去中。75%、もう少しです。クレーンマスターの私にかかれば。それ危ない。あれでしょ、そっちまで戻んないとダメでしょこれね。もしかしてそっちに降りれるとか、そういうのはないね。よしよしよし、戻るぞ。めちゃくちゃぐちゃになってるけど大丈夫かな。俺なんか あれに捕まれるのだけ嫌なんだけど、すっごい気持ち悪いよあれ。ジャンプ。よしよし。くそったり、あのエレベーターが使えんのは痛いな。とりあえずこっちに進もう。後で戻って始末をつければいい。とにかく体勢を整えなきゃな。まずはダークワンから何とかしなければ。ダークワンってなんだっけ。まあなんとかなるだろう。あ、これエレベーター？おお、業務用エレベーターみたいなの来た。そんな目で俺を見るな。見ろアルチョム、我々の遺産、そして未来だ。ああ、戦車がある。どれほどの力があるか。これがあれば我々は再び地球を支配できる。言い方があれですけど、さらばだ。地球を支配できるって。を取り戻し、地球から這い出る。街を立て直し、メトロのトンネルに再び光り輝く列車を走らせる。すべてを取り戻す。すべてを。とうとう一番最後まで来たんじゃないか。この時点で我々の世界を取り戻す。ミランはそう信じていたし、その信念に準じる覚悟ができているようだった。しかし僕は疑念に駆られていた。人類はすでに一度この地球を焼き尽くしている。その炎が僕の手中にあり、それはもはや後戻りなどできなかった。オッケー。さあここまでやってきたな。あれ、あ、戻ってきたかな。ウルマンがいたぞ。ブルマンか。ブルボンじゃなくてブルマンな。オッケー。ブルボンだったら俺はやつをね、
闇に葬り去らなきゃいけないから。教えてください大佐、ヒーローになるのは簡単ですか？冗談はもうたくさんだ。あそこの奴らを見てから言え。まあいい、本題に入ろう。アルチョムと私はオッサンキノに向かい狙いを定める。オッサンキロって聞こえたけど、気のせい、オッサンキロって言わなかった今。仲間に連絡を取って当周辺に応援を要請して。おお、全部よこせ。よし、アルチョム行くぞ。待て、これをもう少し取ってから。しょうがないな。OK。アルチョム、誘導システムを持っていけ。誘導システムなんだそれ。これ。すんごい重そうだな。よっ。こいしょ。オッケー、持ったよ。準備オッケーだぜ。とんでもない目に遭って世界を救う。誰も気にかけなどしない。お、視聴者が1400人を突破。皆さんのんびりしていってくださいね。第7章。ミラーと僕はコロレフホールを目指しトンネルを上がっていった。オスタンキロテレビ塔はもう近い。極寒の路上で他のレンジャーと合流した。物語の最初に登場したあの血みどろの激戦を戦うために。そういうことか。これで一番最初のところに来るんだな。おお、おお、ここかよ。ちょっと待て、急にちょっと懐かしいんですけど、一番最初だな。来てるよ、来てるよ。弾が足りないぞ。こんなとこに弾いっぱいあるんじゃないか。よっちょっ、やられた。またか。デジャブ。だあ、カレーさんが。長居する理由なんてないぞ、みじんもな。ちょっと待ってくれ、俺は弾がないんだ。どん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 。先を急いだ方がいいんじゃないか。早く、俺先行っちゃっていいやつこれ。あ、でもまたなんかミラーだけ死んじゃうとか、そういう。弾なくなりました。超かっこいい。実弾しかないな、実弾っていうか、お金弾を撃つしかないな。ミラ、早く。さあやるぞ。やばい、こんなのに入ればいいのか。ミラ大丈夫か。ガスマスクが割れそうだ。アル
外。もういいことになりたい。あ、痛い、痛い。え？なんかイチコロ食らって死んだような気がするんだが、一体何が起こったかわからねえぞ。罠でも踏んだか俺。どうした？アルジョ、あの部屋を調べてくれ。あとちょっと。あ、本当はこうなってるんじゃないか。食べても美味しくないぞ。食べても美味しくないぞ、俺たちは。よし。とっとと行くぞ、ミラー。俺たちには時間がない。さっきはなぜ死んだのかわからん。ガスマスクが割れそうだ。静かにしてろ。いいな。わかった。頼むよ。天秤に譲りの道を探そう。こっちだ。わかった。っていうことは、俺、公衆恐怖症なんだけどな、上とか行きたくないんですけど、すごく。力を貸そうか。頑張って、頑張って、隊長。すげえ、隊長。こんなもんだって、マジすごいよ、それ。頂上まで来たぞ。エレベーターで塔の頂上に向かった。ここは何十年にもわたり最新情報を発信し続けていた場所だ。だが今日のニュースが朗報となるか恐報となるかは我々にかかっていた。誘導システムを設置すれば我々の任務は完了だ。だが計画というものは大抵うまくいかないものだ。そうだな。準備はいいが少々手荒くなる。おー、イエス。なになになに、おお、落ちる落ちる落ちる。高い、すごいな。一望できるな。大丈夫か、アルジョン。大丈夫大丈夫。ウルマ聞こえるか。我々は塔の内部、上部は雲で覆われている。どうなってるんだこれは。ここか。ちょ、デーモン飛んでる、デーモン飛んでる。また一撃か。また一撃なのか。デーモン閣下すんげえ強えな。どうするんだこれ。デモ入ってくるだろ。ちょ、どんどん先へ進めばいいんだな。ああ、やばい、隊長がかっこよすぎる。ウ
やめて、そういうこと言うのやめてくれ。どうするんだ、ここ近くに階段がある。どこだ、待ってこい。どこに階段あるの。そっちに。ここじゃなさそうだな。これか。隊長、隊長いるか。いたいたいた。オッケー。よくやった。応答せよオルマン。たった今デーモンを撃退した。てっぺんを目指す。おお、隊長。応答せよ。ミラ、ミラ。撃て、アルシャム。撃つんだ。アルシャム、ミラ、応答せよ。撃て。大丈夫か。大丈夫か。聞こえるか、ウルマン。私は負傷した。あるちょっと早い。どうぞ。了解です、大佐。どうぞ。ここじゃレーザーは役に立たない。あるちょっと雲が熱すぎる。できるだけ上まで登り、誘導システムをセットしてくれ。進め。全てはお前にかかっている。隊長、隊長まだ大丈夫なのか。隊長まだ生きる。まだお預けなのか、隊長。お預けってやつか。悪くないよ、そういうの。ちょっとじゃあ上行ってくるわ。そこにいろよ、絶対動くな。あ、分かった、行ってくる。さて、どっから行けんだ。こっちか。違うな。ああ、さっきの化け物が突っ込んできた場所でできた道から抜けていくのかな。よし。はしごとかがないぞ。うん、この中に降りるのか。違うな。こっちか。もうデモいないよな。おお。な、ちょ、あ、ちょちょちょ、おお、罰折れんな。よし、早く早く登れ、早く。あるちゃん、ちょ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 、まさかパイプ取れるとはな。オッケー、よし、横だ。真ん中のパイプは信用ならねえ。よし、登れ。うわ、いや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 、そんなね、東京タワーとかスカイツリーみたいな橋をいらないぞ。足元見えるとかね、爽快じゃないからね。よし、ここかな。お、フィルターがあるぞ。フィルターよりガスマスクが欲しいな。上行こう。ちょっとライトを充電して。なんだ、気のせいか。空耳だな。さっき耳鳴りがひどくってね。どこだ。ここだな。頂上まで来たぞ。まだ上あるのか。おイエス、
オーイエスガーゴイルいる。おお、ガーゴイルやっぱ一番強いのかな。移動、まあ外がガーゴイル、図書、びっくりした、図書館とかがライブラリアンといったところかな。よし、ジャンプして。すごい景色だな、綺麗だね。こっちを進むのかみたいだな。この中通らないと。よしよしよし、いいぞいいぞ。今日の俺の操作はなん、おお、ジール、登れ登れ登れ、俺のバツレンダー舐めるんじゃないぞ。すごいな、アルチョム。おっきわん、やってられないぞ、これはもう。こっからどこに行くんだ。まだ上に登れるのか。お、おおおおお、ちょ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 、いっぱい来るよ。ちょっと待て、あ、時々上か下か分からなくなるからね。一番上まで来たぞ。あれは一体なんだ、何が起こってるんだ。さあ一番上まで来たぜ。おい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 、ちょっとマジで言ってるのか。おおお、あ、びっくりした。いや、やっぱり先っぽまで行く必要はないよな、そりゃな。そんなバカな話があるかってんだ。行くんか。いや、行かないか、びっくりした。ああ、よかった。アルチョム、信号は完璧だ。オッケー。あと1分持ちこたえてくれ。やれるぞ。1分持ちこたえるってどういうことだい？何が来るっていうんだい？おお、ちょちょ、近い近い。なんだね。ああ、気絶した俺。ここどこだ。ああ、すごい。え、何。ああ、なんだこれ。おお、自分が進む場所の先に足場が出て、ん、え、な、あ、ドアが開いたのか。な、なんだこれや。どこに行けばいいんだ。ドアがあるんだけど、行き止まりだな。おじゃらちぃ、落ちる。ああ、一番ね、嫌な死に方した。もうあんなとこから落ちるのを再現されるの嫌だもんだね。気をつけないとな。ちゃんとこの足場ができてから行かないと落ちるぞ。こっちじゃない。
よし、来たぞ。だけど、え？いや、落ちちゃうでしょう。あそこしかなさそうだな。おお、あー、やめろやめろ、うわー、くそだろ。おお、落ちね。ああ、落ちる。ここはどこだ？なんかすっごい歪んでるな。うわ、気持ち悪くなる。出られそうにないな。壁？どうするんだこれ。あ、道ができてる。突き進め！なんだ？往復せよ。曲がり方だ。彼を倒せ。おお、やばいぞ。行き。おお、だい、ちゃい。超怖い。なんだ。え？ぐるぐる回ってる。あれ？これか。関係ないか。ぐるぐる回ってるな。え？左回り。あれ？右回り。どっかに道ないかな。戻れるな。おお、来てる。めっちゃ来てる。彼は許されざるものぞ。どっち？彼を止めろ。どっちだ？やつも来てる。しょうがない。どうした？うおお、はめられた。じゃあ落ちるってば。あれ。くそ、なんだお前、フェイントかよ。お前もしかしたら装備剥ぎ取れるかもしれないっていう、そういう人の心理をつくのは良くないと思うんだよな。もしもう怒ったぞ俺は。戻ればいいんだろう。あれ違うか、何回か回んないといけないのか。いやあ、あいつに触れられたら死ぬ。こっちだ。違うのか。おお。今度はなんだ、今度は。こっちか。ジャンプ。ステップ、ワンタッチ。おお、出来上がっていく。なあ。我らを倒しに来た。彼は許されたぞ。すごい、世界が出来上がっていくな。
오오오 저기 우측 실 가코치 대기하가는 아브란차이 타이프 아 야메떼 야 아하 あの野郎、どんだけ俺を落とすのが好きなんだ。急いでいくぞ、まっすぐだな。世界が出来上がる前に俺は突き進むぜ。すごい世界観だな、これ。こっちは合ってるかな。どんどん行け。おお。もう何が起こってるかわからんが。おお。あ、何？敵なら殺せ。ああ、消えてった。おお。どうする？何この究極の選択？来てる。いやでもさっきから奴に触れたら死ぬからな。ヘッドショット。生きてる。おら。弾足りないんですけど。弾足りないですよ。ちょっと。あはあ。あー、イエス。オー、イエス。じゃまったな。おい、ちょ待て待て、ここからか。またここからやれというのか。いや、来てる来てる来てる。まっすぐだ。で、右だ。もう道は覚えたぞ。で左だ。よし。彼は許されざる男。我らを倒しに来た。彼は許されざる男。あれそれ。敵なら殺せ。わかった。次は外さない。頼む。あと一発倒した。誘導完了。アルチョム、ミサイルが飛行中だ。え、こっから早く逃げないと。敵なら殺せ。どういう実績ないのかな。真のレンジャーになる。お、ミサイルが飛んでる。3発ぐらいってのな。めっちゃフォールアウト3っぽいな。おお。かつての賢人が言った。仲間への愛のために戦争を戦う者こそ敵を打ち破るだろうと。私は家族と友人たち、そして我が家であるメトロを守るために戦い勝利した。だが自問自答は今でも続いている。あのダークワンたちを地上から焼き払った時、我々は同時に何かを失ったのではないかと。
ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。メトロ2033、どうやらね、いくつかエンディングはあるみたいですが、私はこのエンディングを選んだ。奴らと共存するつもりはみじんもない。あいつら何回俺のこと落としたと思ってんだお前受験生だったら半切れするレベルだぞ。ということでね、はい、クリアしました。アルチョムはあれだね、祖国を、故郷を守ることに成功したということだな。まあこれから先奴らがどんな仕返しをしてくるかとかまたわからないけどな。はい、長らくご視聴ありがとうございました。パート16にて完結ということで、現在の視聴者数が1500人を超えております。たくさんのリスナー、そして YouTube でまた見る方もよかったらのんびり見てください。ほんじゃまたな。まあエンディング流してね、終わりとします。